はい、今ですね、パラオにいますね。パラオのね、コロール島の中にあるドラゴンテイク日本食屋で食事をしているところです。で、今いろいろ頼んだんですけどね、まあ、まだこれから出てくるんですけど、まずこれ、タロイモ。タロイモを結構食う、食べる人のパラオの食事、タロイモの揚げたやつです。これパリパリしてうまいです。で、今ビール頼んだんですけどね、せっかくなんで朝になるのもあるんですよね。だけど、まあ、せっかく地ビールちょっと飲んでみたいと思ったんで、レッドウーさんのレッド、まあ、これ、合いますね。うまいです。で、あとはこの笛吹き台、笛吹き台ってみんな知ってると思うんですけど、笛吹き台のカルパッチョ、もうこれ味付いてますから醤油とかいらないですね。これ少し色を、なんかちょっとね、ビリ、あの酢の味がします、で、白身なんですごく美味しいです。まあ、これも大丈夫です。こんなこういう感じで、フィリピン人スタッフが多いですよね。それもね、日本的な感じで結構人気あるらしいです。まあ、これからも他にも出てくるから